梅子に推定3歳で来日から2009年9月16日夜から17日朝は太陽国出身のアジアゾウ小田原城を整備した小田原城址公園内の動物園で60年近く飼育され人気を呼んだ戦後復興の最中だった1950年市政が施行されて10周年となる小田原市が小田原子ども文化博覧会を開催した際に 太陽国から呼んだ。当時の年齢は推定3歳で横浜港から上陸、上野動物園にしばらく滞在し、小田原に9月29日到着。歓迎式典が営まれた。博覧会は梅子人気もあり、50日で十数万人を呼ぶ盛況だった。また、飼育のため上野動物園の中島与平が一緒に来園した。当時は、 梅子とも表記された。ちなみに梅子と花子は同い年であったが、2007年までは梅子の方が年上説と花子の方が年上説の両方があった。しかし両園が協議した結果、1949年に推定2歳で来日した花子と1950年に3歳で来日した梅子は同い年という結論になった。この経緯もあり、各種資料では、 梅子の方が花子より年上となっている表記も垣いまみられる。当時の鈴木重郎小田原市長が人気を見て、高級的に飼育することを決定、同氏が購入。小田原城で飼い続けられることになったという。来日時の大きさは体長約1.2メートル、体重約450キログラム。2007年には花屋を除き体長3メートル。 体重3トンに成長していた。また、1日60キログラムほどの餌を食べていた。当時は、様々なゲートを披露していた。1981年1月15日、見物客と梅子の間を隔てる空堀に落下。1時間半かけて引き上げられた。これは、お客さんが餌をあげようとして梅子が目いっぱい鼻を伸ばした際に、足を滑らせてしまったものである。 1957年頃と1960年代にも、梅子は同様に空掘りに転落したことがある。なお当初の話しがい場は、梅子が花を伸ばせばお客さんのところまで届き、餌を受け取れるほどの距離であった。1967年、毎日新聞の当初欄に、一般市民から水管が手を伸ばし、梅子の花と戯れている写真が投稿され、危険なので柵の距離を、 もっと交代させたらどうだろうかとの意見が乗ったりもした。このため、1970年代中頃に柵の位置を交代させ、運動場外側の壁をやや高くする措置が取られている。また1970年代までプールの壁が取り払われ、梅子が堀に降りてこられるようになっていた。梅子は堀の下に落ちた餌を拾って食べていた。梅子の住まいは来園当初は蔵車のみで、 柵で囲まれた広場に鎖でつないで飼育されていた。1952年にプール付きの空堀で囲まれた総コンクリート製運動場が整備された。当時の金額で約40万円という大金を使って作られたものだった。お客さんと運動場を隔てる柵は1960年頃までは木製、それ以降からは鉄製に変えられた。 1989年にその柵は一部改修され、便ンも銀色から紅色に塗り替えられた。また柵と堀の間の観葉植物も入れ替えられたほか、長年周りに植えられていたヤシの木2本も伐採された。運動場は1952年の完成から2009年に、梅子が亡くなるまで新築されることはなかったが、ところどころ改修はなされていた。 プールの階段横の壁が撤去されて、棒だけになったほか、増車は当初は飼育員の事務室も隣接していたが、後に撤去、増車のみとなった。また1970年頃、若かった梅子が壁に突進してしまい、壁の一部が壊れたことがあった。このために、増車の壁と運動場の間についた手を設置し、飼育員が緊急時に避難できる仕組みができた。増車の中も、 2000年頃に高齢となった梅子が、転倒して起き上がれなくなった時に備えて、クレーンを吊るすことができる櫓を設置、また人の万が一の侵入を防ぐために、鉄製の頑丈な柵で窓が囲われた。1993年10月8日午前8時35分頃、梅子の造車で清掃作業をしていた男性飼育員が死亡する事故が発生した。当時、 敷わ瓦を取り替える作業を飼育員二人が行っていたが、その際、梅子が一人の飼育員に近づいていった。直後に飼育員が頭から血を流して倒れていたという。もう一人の飼育員は梅子の後ろにいたため、事故の瞬間は見えなかったという。梅子に突き飛ばされるなどしたか、自分で足を滑らせたかなどちらかとされたが、 小田原署の調べでは、はっきりした原因はわからなかった。しかし、梅子が飼育員を踏んだり、傷つけたりした後はなかったという。梅子の処分は検討されなかったが、事故当日は梅子は運動場に出されることはなかった。この事故をめぐって、翌年、遺族が小田原動物園には飼育マニュアルが作成されておらず、安全管理に不備があったとして、小田原市を相手取り。 医者料などを求める裁判を起こした。小田原市側は、文書化されたマニュアルは作成していなかったが、口頭で危険な点頭の注意すべき点は伝えていた。象の飼育には必ず、ベテランと一緒に、作業をさせていたと反論した。この裁判は後に、小田原市と遺族の間で和解が成立している。2000年に、開園50周年と梅子来園50周年。 そして長寿を祝うお祝いが開かれた。2007年は、推定年齢3年と、来日57年を合わせて60歳の還暦が祝われ、10月16日から25日にかけては、写真や応募のメッセージ展示、10月20日には食パンやバナナで作ったバースデーケーキ贈呈が行われた。ちなみに55歳の誕生日には、おからで作ったケーキが送られている。 2009年9月17日午前8時37分頃、飼育者の中で横たわる梅子を出勤した飼育員が発見。前日16日も通常と変わらない60キロの餌を完食していた。小田原市は市民からの貴重や喧嘩の受付を行い追悼したほか、上野動物園から一緒に来園し、85歳となった初代飼育員も遺体と対面。 最後の別れをした。2009年10月17日には、お別れの会が、主のいなくなった造車前で行われ、高さ3メートル、幅約2.4メートルの等身大営が飾られ、加藤健一小田原市長が追悼の言葉とともに、市民厚労省特別賞を贈呈した。式には、約5000人が出席、同門前広場や郷土資料館で追悼メッセージや、古い写真、 記念品などが展示された。像をかたどった小田原名産のかまぼこなども特別販売された。2010年3月25日に梅子に感謝の意を込めて神奈川県内や新宿等130の郵便局で梅子オリジナル切手シートが限定1500枚販売されることになった。1シート1200円。同年 NPO 法人。 小田原シネマトピアによる梅子の映画制作のために市民らの映像が募集され、飼育員の撮影も合わせて25部の映像集が制作され、小田原映画祭で上映された。2011年にも短編映画、小田原城の梅子さんファンが残してくれた宝物が公開された。2011年3月、造車の撤去が行われ、跡地にレリーフが設置された。 2012年12月、梅子の骨格標本が神奈川県立生命の星、地球博物館の企画展、博物館の標本工房にて一時的に公開。梅子の骨格は、あばら骨が短くなり、下顎の左の歯が摩耗しているなどの高齢化の特徴が見られた。ありがとうございます。